アマビエを編んでみようの第10回でーす。イエイ。はい、どうも、編みぐるみストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はアマビエを編んでみようの第10回でーす。イエイ。はい、まあ、そんなわけでですね、アマビエを編んでいるところなんですけども、前回まででですね、ここまでですね、こんな感じになってます。はい、で、どうしようかな。で、今回はですね、この続きをですね、編んでいこうと思います。で、体の形をどうしようかな、ちょっと変えようかなってふと思ったんですけども、どうしようかな。このまま編んでも別にいいって言えばいいんですけど、まあ、とりあえずちょっと編みながら考えます。編み合わせとしたらこう、1、5、いや、締めはするかどうかの考えたようですけど、こうだから、どうしようかな。やっぱりガンが当たってます。はい、あ、なんか糸普通、何をこれ作っちゃってんだろう。やばい、今のトラブルで分かんなくなっちゃった。あれ、やばい、ガンが当たってるな。お、あ、
な、絶対今のでおかしくなってるな、どうしようか。いや大丈夫だ、なんとかなる。正直体のなんだろうな、増やし目とかの形の微調整は後で何とでもなるのであんま気にしてないんですけど、一番最後にですね、減らし目でどんどん体をしぼめていくときに、その何段かが分かってた方が、なんていうのかな、綺麗に綺麗にまとまりやすいというか、なんか綺麗にその減らしていけるっていう感じなので、まあその時のためになんかその目数がを気にしてるっていう感じなんですね、僕の場合は。なので正直なところ別に編んでる最中はあんまり深くそこまで体とかこういうところのメスはあまり気にしたりとかもしないんですけど、もうちょっと今日すごい当たっちゃってますね、ほんとすいません。なんだろう、カメラの位置が悪い。針が欲しい。よいしょ。
や風の音がするな。そうでね、こうなるんだよね。うん、予定と違う感じの。あれ違うな、予定通りだったな。あれさっきので段数がおかしくなって、目数がおかしくなったかなと思った。あれ普通にできた。ごめんなさい、もよいしょ。で、ここからですね、2段ずつって言ったらいいのか、なんだ、いいのか、2段ずつ、糸のですね、2段ずつってもそんなにないと思うんですけども、ちょっと色替えをですね、して、ボーダー的にやろうと思ってですね、果たしてこれと色がうまくマッチするかっていう問題もあるんですけども、で僕はですね、ミシン糸で編むときはですね、色替えをするときはですね、例えば段で色替えするときは、前もって段の最後の方の段の最後の方にですね、編むときに編むときにですね、これを何て言ったらいいのかな、かませるって言ってる、かませるは言わないか、これをですね、間というかですね、先に折り込んで、というか、これでこれがこうなって、でこれもこうなって、でこれがこうなって、こうか、でこうなって、おっと、でこうしてた。なんか一段目がきつい気がする。一段目じゃない、一目か。
まあ、でも大丈夫だ。ねっていうか、この糸がよ、糸の色を変えて変えました。でですね、ここからはですね、結構わちゃわちゃしちゃうんですよね。油断すると、これはもういいかな、大丈夫だ。でも色が薄すぎる気がするけど、どうだろうか。逆にコントラストっていうんですかね、明暗が、明暗っていうほど暗いわけじゃないし、まあ、一回やってみないとわからないですよね。こういうのは頭で考えてもわからないので、実際にやってみて、目で見て判断するのが多分一番ですよね、実際のところ。
あれですね、ちょっと前から思ってたんですけども、アマビエとか編んでるとですね、タラタタタンタラタラダンって、なんかあの曲流れてくるんですよね。甘い色のってあれですよね。そうですね、ずっと言いたくてですね、まあいいんですけど、全然関係ない話なんですけども、まあ、すごいちょっと自然に BGM になってるんですね、僕の中で。あ、見ながらずっとタン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 、しかもそこのフレーズだけなんですよね。そこのフレーズだけエンドレスに繰り返される的な感じですね。いや、よいしょ、はい、ふーってたまになりますよね、こういう作業してると。で、また当たっちゃうっていう。これはちょっと構えなくちゃ、次回ちゃんともうちょっと。あれ、そういえばアマビエって絵の中で手ってあったっけ。足はヒレみたいな足があったけど、ヒレとかなんだろうな、平べったい、なんだろう、カッパみたいな足。でもカッパ見たことないしな。点ってのになりましたね。大丈夫かな。まあちょっと確認しておいてですね。まあいいかな、こういう甘みもありかな。そもそもアマビエがカラーで残ってないから正解があれですけど、あ、もうや
た7ぶつかっちゃうな。あーこっちも、あーてんやわんやだ。よいしょ。ってことで何をやってるんだ。いつもなんかこれ一個飛ばしちゃってる感じがする。ということでですね、よいしょ、ちょっと今日はこの辺までにしたいと思いますけども、まあこんな感じですね。どんな感じになってるかというと、まあ、こんな感じです。本当の方にはいいか。こんな感じでですね、ちょっとボーダーっぽくやっていこうかなと思ったんですけども、大丈夫かな。で、あ、でも可愛いかもしれないな。とりあえず顔はそこそこなかなか可愛くできたのでですね、ただ編んでるとですね、あのこの口のところがですねペチャってなっちゃうんですね。親指でこれ押さえたりしちゃうので、まあとりあえずですね、うん、いいかな、こんな感じでいきたいと思います。あ、やっぱりでも2列の方が、1列2段の方が良かったかな。多分これ1段で1段ボーダーでやっちゃうと、うん、わちゃわちゃしてますよね。わちゃわちゃしちゃうと思うので、とりあえずはですねこの感じで攻めていきたいと思います。はい、ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。ではでは。